おはようございます。デイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾雅弘です。これから朝の勉強会に行ってくるところですけれども、その前に音読を一度練習していこうと思います。音読っていうのは自分がしっかりと理解しているかどうか、発音、使い方、そうですね、意味がどこで切れているかっていうのが顕著にわかります。英語っていうのは音の言語ですので、正しい発音ができないと相手に伝わらないことが多くあります。ですので、ただ単語一つそれだけを覚えるのではなくて、全体の使い方、それに発音をしっかり乗せるっていうことがすごく大事になってきます。英語の上達法っていうのは地味と言ったら変ですけれども、とてもシンプルなものが多いです。ただシンプルだからこそ、きちんと丁寧にやられる方っていうのはなかなかそれほど多くないように思います。シンプルなものを一つ一つ、繰り返すことで確実に自然といつの間にか上手になっていますので、そのシンプルな方法を正確に、そして、習慣化して、時間が経っていればいつの間にか上達していたというふうに、無理なく、やることでも、上達は確実にできます。ただし、どうしても時間はかかりますので、その辺は焦らずに、自分がビジネス英語を必要であるならば、何かの時に突然、急にやるのではなくて、あらかじめ準備として事前に続けていただければと思います。それでは、頑張ってください。よろしくお願いいたします。